はい、こんにちは、レトスの小野です。5月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。焦らず、怠けず、諦めず。これは私が10代の大学受験の勉強をしている時に京大医学部の恩師から教えてもらったことです。試験が近いからといって焦らない、まだ5ヶ月もあるからといって怠けない、もう5ヶ月しかないと言って諦めない。もうこれは宅建受験でも言えることです。上記のうち一つでも欠けると合格できません。頭の片隅に置いて勉強を進めていきましょう。ちなみにこの3つっていうのは勉強だけじゃなくて仕事でも使えます。今は私自身仕事で使っております。今日も1日コツコツ頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。 A が B の C に対する債権を差し押さえた後、 C が B に対して同種の債権を取得した場合、 C は A に対して相殺を主張できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。差し押さえ後に反対債権を取得した場合、反対債権を取得したものは差し押さえ権者に相殺を主張することができません。したがって C は相殺を主張することができるという記述は誤りなんですね。債権者 A がいて、債権者 A が B が有する債権を差し押さえましたと。で、差し押さえた後に C さんが B に対する反対債権を取得したということなんですね。その場合 C さんとしては、この債権を相殺して消滅させたいと思うんですけども、この債権も先に A さんに差し押さえられてしまっているので、相殺もできませんよと。いう話です。で、この問題なんですけども、問題文を理解するってことがすごく重要なんですね。この問題文です。ルールよりも問題文の理解が最優先。もうずっとこれは前から言ってますよね。問題文の理解が一番重要だということをお伝えしていると思います。なので、個別指導ではこの問題文の理解について、合わせて解説しておりますので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガから問題文どうやって理解するのか、こちらをご確認いただければと思います。で、まだ、問題文理解できていないっていう方は、もうそろそろですね、問題文の理解っていうものを、実践していかないと、試験に間に合わないです。試験直前にね、問題文の理解の仕方が分かっても、そっから、問題文の理解の仕方を習得していくってところまで持っていかないといけないわけですよ。で、習得して、復習して、問題量を増やして、やっと実力って上がるので、直前に問題文理解できたところで、そこから勉強量って増やすことって難しいですよね。今であればまだ十分問題量を増やすことできます。なのでそろそろ本気をちょっと出してですね、やるべきことをやっていくってことをやっていかないと、もう10月、11月とかであればね、まだ、時間があるので試行錯誤しながらっていうことはできるんですけども、そろそろ本気で理解学習、始めていかないと間に合いませんので、まだ問題文の理解できていない方は、ぜひ短期講座ご検討ください。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問いにですね、宅建業者 A が B を代理して、B の所有するマンション30戸を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。B は売り主です。で、A が代理人ですね。で、B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。これ、今回の問題、結果として、売り主 B さんも代理人 A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、実は繋がってるんですね。今回宅建業法の問題ですけども、民法も繋がってるんですね。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。なので、こういった合否の分かれ目となるような問題を絶対得点したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。では、問3です。市街化区域とは、〇〇区域及び、おおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を〇〇する区域である。この〇〇の部分ですね、括弧の中の文言を答えましょう。
実際こういった穴埋め問題ないんですけども、こういったところはもう品質なので、もう頭に入れておきましょう。で、答えは、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。注意が必要なのは以下の2点です。市街化調整区域は、市街化を禁止する区域じゃないよということですね。禁止ではない。あくまでも抑制するんだって話です。これはどういう違いがあるかっていうと、禁止ってなってくると、もう市街化絶対しちゃダメだって話なんです。一方で抑制っていうのは、市街化をあくまでも抑えるっていう目的なので、絶対ダメというわけではないんですね。そういった違いがあるんですよ。で、もう一つが、概ね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうのは、市街化調整区域ではありませんよって話です。この10年以内に市街化を図るべき区域は、調整区域ではなくて、市街化区域に当たりますね。ここの部分は市街化区域に当たります。この点を注意しておきましょう。これくらいはもう頭に入れておいた方がいいです。そして市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。短期講座では別分野で理解をしながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について、上記、先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっています。そうすれば忘れても答えを導けるようになりますので、受講師さん以外の無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょう。で、もし自分自身で理解学習できていないなっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。もうほとんどの方が理解学習できていない状況なんですよ。なので逆に理解できてしまうと、合格しやすいんですね。多くの方が理解学習できていないわけなんで、その中で理解学習ができるようになれば、合格もしやすいわけです。トップ 15% に入りやすくなりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。